アイリバーアイリバーは韓国の企業、また同社が展開するデジタルオーディオプレイヤー、電子辞書、カーナビなどを中心とするデジタル機器のブランドである。1999年にヤンドク・ジュンラがマルチコーデック対応のポータブル CD プレイヤーを開発するべくサムスン電子から独立してレインコム社を立ち上げる。アイリバーは レインコム社のブランド名だったが、2009年4月にレインコムはアイリバーへ社名変更をしている。1999年から2000年にかけて記録媒体に CD を採用したデジタルオーディオプレイヤーとして発売。当時の MP3 プレイヤーの大きな問題だった容量を実用的なレベルまで解決した。その後フラッシュメモリ HDD 型プレイヤーを発売している。 2000年代後半から2010年代初頭にかけて、アップル社の iPod の台頭や、スマートフォンなど、デジタルオーディオプレイヤーと、同機能を持つ製品の台頭により、業績が悪化するが、従来製品からの脱却、差別化を図るべく、2012年に、プレミアム音響機器ブランド、アストルカーンを立ち上げた。これを契機にハイエンドポータブルプレイヤーを代表する。 メーカーブランド認識されるようになった。日本では一時 NHJ が代理店を務めた後、レインコム100%出資のアイリバージャパン株式会社が設立され、長らく販売、サポートを行っていた。2006年10月に MCJ 参加の株式会社イリバージャパンに組織、変更されたが、後の2009年7月にはマウスコンピューター社に吸収合併された。 2013年2月に同グループ会社の MBK に業務移管され、同年4月にユニキと合併し、アユートに社名変更された。太字は2018年4月時点の最新機種、CD を利用したポータブルプレイヤー。CDR や CDRW の書き込み可能な CD にデータを書き込むことで利用する。イレバー第一期の主力製品として展開し、 現在のイリバーの基礎を基づいた。日本では現在販売されていない。OEM 製品として一部製品は現在はデジタルオーディオプレイヤーから撤退したリオにリオボルトとして供給された。リオとの契約解除により自社ブランド立ち上げが行われた。インプ百五十にはインプシリーズでは唯一フィリップス製チップが搭載されており、フィリップスと共同開発した。 ザトリム 3D に対応している。フラッシュメモリタイプのプレイヤー。本体に内蔵したメモリにデータを蓄積する。アストルカーンシリーズハイハイ、ハイレゾン限定オーディオプレイヤー HDD を記録装置として利用したポータブルプレイヤー。第2期リバーの HDD モデルは多機能さを全面に押し出したものが多い。H100 や H300 はバグなども多かったが、 光デジタル端子、USB ホスト機能、マイク端子など、機能的な面から未だに一部のハードユーザーから支持されている。しかし、PMP シリーズはバグが多いのに、なかなか改善されず、まだ、ポータブルビデオはまだ、日本では普及には時期尚早だったこともあり、販売展開に失敗。また、全体的に、本体サイズが大きめなどデザインの難点もあり、 日本では成功しなかった。その反省から、小型 HDD を利用した本体のサイズの小さい H10 や、さらに小型化を進めた E シリーズを発売した。現在、イリバー製品で再生可能の主なコーデックは、製品によって異なるので対応はメーカーに確認すること。同社の公式サイトには、コミュニティと呼ばれる BBS があったが、その中のユーザーフォレム、 イリバーへ提案を2007年5月25日に閉鎖。2007年に入ってからミクシー内にできたコミュニティに移行した。閉鎖したコミュニティについてはミクシーの公式コミュニティで質問が可能。なお、イリバーへ提案については公式ホームページ内の提案フォームからでも可能になっている。2004年2月から2006年10月まで直営店である アイリバープラザを展開した。最盛期は、神田商船長、新宿、渋谷、新西橋の4店舗があった。デジタルオーディオプレイヤー、MP3 プレイヤーのイリバーブランドの製品を、販売、及び、サポートを行う、イリバー直営店舗であり、製品の購入、視聴、修理、サポート、操作方法などの説明が受けられた。しかし、 2006年10月31日に最後の直営店であるアイリバープラザ渋谷の営業が終了し、直営店舗は事実上すべてなくなった。アイリバープラザ神田小川町は平成17年6月に修理センターのみの業務となり、その修理センターも平成18年1月20日に営業を終了した。アイリバープラザ新宿アイリバープラザ橋は 平成18年1月15日で営業を終了した。韓国レインコム社の直営から MCJ の参加に切り替わった現在ではマウスコンピューターの直営店舗でアイリバー製品を展示するようになった。ただし持ち込み修理は一度本社送りとなる扱いに変更されており即日修理は不可である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。